皆さんこんにちは。ウェルビーイング株式会社代表取締役の池上です。今回こちらの動画をお届けさせていただいているのは新刊書籍のお知らせです。新刊書籍のタイトルはズバリマラソンサブ3からサブ 2.5 のためのトレーニングというわけで、現在マラソンサブ3からサブ 2.5 のタイムを目指している方、もしくは今はそのタイムっていうのが夢のように感じられるんだけど、いつかはマラソンサブ3からサブ 2.5 に到達したいというあなたのために書かれた本です。まあ女性の方は3時間15分から2時間45分ぐらいまでのタイムだというふうに思ってください。でこちらの本何が書かれているのかっていうことなんですが、まずはじめに、まあ、運動生理学的な観点から見てマラソントレーニングってどういうものが必要なのか、マラソンを速く走るためには運動生理学的にどういう要素っていうのが必要で、そしてそのそれぞれの要素をカバーするためにはどういうトレーニングが必要なのかっていうことが書かれています。そして第2章と第3章では過去110年間のマラソントレーニングの歴史っていうものを振り返り、まあ、そのマラソントレーニングのシステムの発展進化っていうものを見ていきます。まあ、この110年間の中で、まあ、世界記録って2時間30分ぐらいから、まあ、公式記録では2時間1分まで上がってきてるわけなんですが、その大半っていうのはもう基本的にトレーニングシステムの進化によるものだというふうに思ってください。まあシューズも良くなったし道路も良くなりました。でも大半はトレーニングシステムの発展です。でこの110年間の中で過去の先輩方が、まあ、いろんな試みをしてですね、うまくいったパターン、うまくいかなかったパターンっていうのが全てデータとして残ってます。でそれをもとにまた次の人が、まあ、試してみて良かったパターン、悪かったパターンっていうのが残っていき、それをまた次の時代の人がそれをもとにやってと、この繰り返しで、マラソントレーニングっていうのは発展してきました。で正直一人の人間もずっと走って経験を積んでいけばタイムっていうのはどんどん良くなっていきます。それは、体が強くなっていくっていうこともそうですし、もう一つは経験を積んでいくとこういう時はこういうトレーニングしていけばいいっていうのが分かってくるんですね。分かってくるんですが、まあ所詮人間の一生なんてせいぜい100年ですよ。それもマラソンやるってなったらせいぜい20から60の40年間まあそのちょっと前後する人もいます。もちろん小学校から走ってる人もいれば70歳で走ってる人もいます。ただまあせいぜい40年ですよ。その40年間で自分一人の人間が経験できるっていうことよりも、もう過去何百人何千人という先輩方が110年間かけてきて経験したものの方が積み重ねは大きいです。なのでまあそこから私たちも学んで劇的なショートカットを達成しましょうというのが第2章と第3章のテーマです。まあ、第3章はその1990年代以降の近代マラソントレーニングのシステムに絞って書いているのが第3章です。そして第4章は私自身が過去2年間、本当に多くの市民ランナーの方を指導させていただいて、日本の誰よりも多く数百人のエリート市民ランナーの方、まあ、サブ3サブ A が2時間35分切りと本当に多くのエリート市民ランナーの方を指導させていただきました。まあ、その経験をもとにですね、皆様からいろんなフィードバックをいただいておりますので、その指導者としての経験っていうのも生かして第4章ではあなたがマラソンサブ3からサブ 2.5 を達成するためのガイドラインとして一応トレーニングプログラムを明示させていただいております。こちらの書籍なんとたった3000円の投資でお読みいただけます。ただしこちらの書籍は全ての方にぴったりというわけではありません。こちらの書籍の冒頭部分をオンラインに公開しております。こちらの冒頭部分をお読みいただければ、あなたがこちらの書籍を読むべきなのか読むべきではないのかというのがすぐにお分かりいただけます。今すぐ下記の URL をクリックして、まずはこちらの書籍の冒頭部分をお読みください。それではあなたに成功を送ります。